野馬場は、馬の一品種である。また、日本在来場の一つとしても知られている。2018年現在日本の野間で飼育されている。体高はおよそ110から120センチメートルと、小型で、ポニーに分類される。毛色は栗毛、影が中心である。落ちごまや土サごまなどかつて四国に存在した。 在来場の一種として考えられ、縄文時代末期にはすでに祖先が存在したとする説もあるが、現在では、四国をはじめ日本列島における縄文、弥生時代の馬の出土事例は、後代の混入とされ、家畜化された馬の伝来は、古墳時代、四世紀末から五世紀であると考えられている。原点は、江戸時代に、伊予松山藩藩主。 松平定行が、来島海峡にある小島に馬を放牧したところから、始まる。この事業は、疾病発生と、飼料不足で失敗に終わるが、その後今治半領内の野馬子一帯の農家に、繁殖を委託。対抗4尺を定尺とし、この定尺より大きい馬は、犯行から飼育費の他に保証金が与えられて、増産を進められた。一方、 定尺より小さい馬は飼育費を払わない代わりに、農家に無償で払い下げられた。以降農家ではこの定尺イカ同士の交配が行われ、日本最小の在来馬、野馬馬が誕生した。この小型馬は、野馬ごま、野馬子などと呼ばれ、新調された。農家ではこの小さな野間馬が眼睛で粗食に耐え、低鉄がなくとも 70kg 程度の重い荷物を、 乗せることができることから増殖が盛んに進められ、江戸時代には約300頭を超えるまでに増え、農耕や荷物の運搬に用いられた。しかし、明治時代に政府が小型場の生産、育成を禁止し、さらに第二次世界大戦後には農業の機械化が行われたことで数が激減してしまい、一時は絶滅寸前まで陥った。 だが1978年に松山市の特殊家が自身の所有していた野間場を今治市に寄贈。これをきっかけに野間場保存会が結成され、以後は増産が進められた。1985年8番目の日本在来場に認定。1988年今治市の天然記念物に指定された。現在では野間場ハイランドなどで飼育され、 数は約50頭に回復している。そこでのン小学校の生徒たちのため、野馬場に活躍してもらおうと小型化して、乗馬以外に小型の馬車を引くための準備が関係者によって進められている。農耕としての需要はないものの、観光用として用いられる。また温和で賢い性格のため、小学校のクラブ活動や動物療法にも利用されている。 2017年2月、今治市は、2018年4月開学認可申請予定の、岡山理科大学獣医学部の学生実習を、ノマバハイランドが受け入れる、よう、学校法人掛け学園から要請を受けた。ありがとうございます。